はい、こんにちは。ラクプラ系 YouTuber のテイクアールです。今回ご紹介するのは先日作った24分の1スケールのラクプラスカイライン GTR のカスタム編ですね。で、このちょっとですね、色のあまりよろしくないネズミ色の方をカスタムしていこうかなと思ってます。はい、で、どのようにですねカスタムしていくかということなんですけども、今回はですね、人生の晴れ舞台、成人式によく見られるオープンカスタムを作っていきたいと思います。まあ、この成人式というね、かなり寒い時期に行われるイベントでオープンカーが用いられる理由っていうのは、まあ諸説あるわけなんですが、なんで屋根を切っちゃうのかって聞かれてもですね、それはもうそこに屋根があるからとしか答えようがないですね。はい、そんなわけで今回はですね、工作初心者でもお手軽にオープンカーが作れる工作方法をご紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい、それではですね、まずちょっと、オープンカーにする前に、ですね、このタイヤ&ホイールを例の、青島さんから出ている、今回はですね、こちらのレーシングハートというホイールに付け替えていきたいと思います。はい、でこの青島さんのですね、ちょっとホイールなんですけども、こんな感じで目いっぱいこっちに寄せてもですね、それでもまだはみ出しちゃうんですね。でタイヤをつけてみると、ちょっとですね、こんな感じでホイールがタイヤの幅よりもかなり 大きいので、その分こっち側ですね、カットして、それからここにつけるとオーバーフェンダーギリギリのところまで来ますので、そんな感じでつけていきます。はい、というわけで、まずはこちら側をですね、カッターナイフでこんな感じで、ホイールの方ですね、切っていってください。はい、でここのところは完成後見えなくなるので、そんなにですね綺麗に仕上げる必要はないんですけども、まあ、一応ですね、ある程度は平らにしておいた方がいいので、240番の紙やすりで最後はですね、ある程度こう平らにしておきます。はい、こんな感じでタイヤの幅と同じになるまで削り込んでおいてください。はい、でタイヤの幅と同じになったら、ホイールにポリキャップを入れて、ですね、最初についてきてるこの金属のシャフトを使ってもいいんですけど、切らなきゃちょっと使えないので、ちょっと切るの大変なので爪楊枝使いますね。ラクプラの車軸はだいたい爪楊枝と同じです。でこれをここにこのような形でギュッと入れてください。はい、でこっちも同じようにギュッと入れます。はい、でこれをここにですね、こう入れた時にだいたい半分のところまでですね、のところでカットします。こう入れて、車の半分のところですね、ちょうどドライブシャフト来てるあたりでカットします。はい、そしたら両側からこちらの方のシャフトを入れて、はい、こうですね。でこのシャフトをしっかりとこの溝にこうギュッと押し込んでおいてください。で今回ですね、ハの字シャコタンにはしないんですけども、ハの字にしたい場合はこっちの方ですね、ここのところ少し削り込んでやるとハの字にできますので、ただこのタイヤ太すぎてですね、ハの字にするとこう置いた時に車がすごく軽そうに見えちゃうんですよね。なのでハの字専用のタイヤじゃないので、今回はハの字にはしないです。はい、で一応これでまず合わせてみますね。リアの方はこれで OK だと思います。はい、こんな感じでほぼフェンダーつら位置にすることができます。はい、そうしたらですね、車軸の方が動かなくなるように、接着パテをここのところにこんな感じで盛り付けて固めておきます。はい、それじゃあ次はフロントタイヤの方をちょっと加工していきますね。はい、それじゃあちょっとフロントタイヤの方も加工していくわけなんですけども、フロントはですね、もう、ハンドルのステアリング機構とかはもう全く使えなくなるのを覚悟で加工するしかないです。この部分がですね、どうしても当たっちゃうので、ここ全部カットしていきます。これですね、これカットします。はい、こんな感じ。はい、でこのステアリングのですね、リンクするパーツを切り飛ばしたら元に戻して、このディスクブレーキのですね、パーツは外しておきます。でこちらのホイールの方のこのポストですね、これをドリルでこうどん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 削っていって、これが奥の方に入っていくようにします。
はい、こんな感じでホイールのポストをですね、ほぼ全撤去したら、ここのところのメッキを剥がしておきます。はい、そしてこちらの方のですね、車軸の方も切っておいて、あとはですね、ここのところに、もうここのところですね、ここのボディの方に、センターを合わせて接着してしまうのが一番ですね、手っ取り早いです。で、ちなみにここで接着するとこんな感じでフェンダーツラ1ぐらいになります。はい、こんな感じでこちら側から見るとセンターが分かりやすいので、こちら側から覗き込みながらセンターに合わせて接着してあげます。これかなりちょっと強引なやり方なんですけども、一番、手っ取り早い方法かなと思いますね。で、ここにタイヤをつけておくと。はい、これで一回組んでみますね。はい、いい感じに、シャコタンのあの当時の面影がっていう感じですね。はい、14インチの、タイヤがこんな感じで収まります。はい、それでは続きまして、オープンカーにしていくわけなんですけども、まずはですね、ちょっと切るラインを大まかに書いていきます。油性ペンなので切るラインよりも少し余裕を見て書かないとダメですね。まあ、大体この辺りからこう切りたいわけです。もっとこっちですけど、こういう感じ。あとここですね。ここのところで切ると。まあ、大体こういう感じです。はい、それじゃあですね、デザインナイフでまず線入れていきます。ここのところからこんな感じで。ウィンドウついたままやった方がいいですね。ウィンドウ外しちゃうとちょっとここら辺弱そうなので、ピラーのところなんで。はい、でこっちの方もおおよそのところに線を入れておきます。はい、そしたらですね、ウィンドウも三角窓残そうと思ってるので、このところに少し線を切り込みを入れておきます。で、切り込みを入れたらちょっとウィンドウを外すわけなんですけども、このウィンドウが確かすごいきつくて大変だったはずなんで、外れるのかどうかっていう問題があるんですけど、なんとか割らないように外していきます。割れたら終了です。あ、ワイパー先に外した方がいいですね。なんとかうまく取れそうではある。なんと見えないか。あ、こっちが取れないかな。あ、ちょっと厳しいかもしれないですね。ここ取れないかな。あ、取れた。あ、取れた。はい、うまく取れました。で、三角窓は使って、ちょっとここ、シールが。はい、三角窓は残して、ここら辺からこう切りたいわけなんで、ちょっとここも線入れておきますね。結構クリアパーツはパリーンっていっちゃうんで、作業は相当慎重にやらないとダメですね。はい、それではまずこっちの方から切っていきますね。屋根の方から先に行きましょう。まずここ何回かデザインナイフでしっかりと溝をつけて、最後折るような感じでいきますね。で、ニッパーで、こっちは適当で大丈夫なんで、はい、こんな感じで切り取ると。で、ここのところをうまいことパキッと折りたいんですよ。で、一応切れ目入れてあるんで、ここら辺からニッパーで軽くいっても大丈夫なはず。最後はもうとにかくヤスリで仕上げるしかない。で、
弱くなったところでここから折ると、はい、うまく折れました。こんな感じですね。これでオープンになるわけです。はい、そしたら次はですね、ウィンドウの方を切っていきますね。ウィンドウはね、もう本当失敗したら諦めてください。私も今回これ失敗しても全然不思議はないです。ちょっとクリアパーツはこういう加工が難しいです。よし、これでいくんじゃないかと思うんですけどね。失敗したら笑ってください。はい、うまくいきました。はい、こんな感じ。これで窓だけ外せたんで、これが後ほどここにこうつくわけですね。なのでここの R を合わせて切っていけばいいわけです。これでオープンカーになりますね。はい、それじゃあまずね、ちょっと仮組みをして、様子を確認しておきたいと思います。大体こんな感じですね。で、まあ、ここ、綺麗に整えるのと、あとここですね、少しもうちょっと綺麗に削っていって、少し内装のこう上がってるところもあるので、そこら辺も平らにしていきたいと思います。あと、まあ、ここら辺を処理していくのは、リューターを持ってる人であればリューターでこうガリガリと やってからヤスリで仕上げるのが一番いいと思うんですけども、ちょっと今リューターがないので、カッターナイフでちまちま削っていこうと思います。はい、である程度形が出来上がったらヤスリで仕上げていきます。240番でざっくりと仕上げておけば OK です。はい、というわけでこの切り口ですね、240番のヤスリでまあまあの綺麗さに整えておけば、後でですね、またこの切り口ちょっとごまかす方法があるので、これで OK です。で、次はですね、このボディにちょっとですね、こちらの水転写デカールを貼っていきます。ファイアートライバルデカールを貼っていくわけなんですけども、まあ、実際のところ成人式でよく見かける車はですね、こういったものを貼ってるというよりも、缶スプレーで祝成人とかね、喧嘩上等とか、あと地域の名前とか神奈川とかですね、そういうのがよく缶スプレーで書いてますので、そっちの方が好みの場合は、まあ、適当なこういうガンダムマーカー使って、祝成人とですね、あまり綺麗な字で書くとちょっとリアリティがなくなるので、汚い字で書いておくとよりリアルに仕上がります。はい、というわけでこんな感じですね。サイドに3枚と、こちらの方に、ボンネットの方にも3枚、ファイヤートライバルのデカールを貼って、まずとりあえずこれが乾くまで丸1日放置したいと思います。はい、というわけで水転写デカールを貼って、丸1日乾燥させたものがこちらになります。綺麗に貼ることができました。で、次はですね、墨入れしていきます。使うのはコピックのマルチライナーですね。0.03 mm の水性ペンです。これで墨入れしていきます。はい、そしてこの車の場合ですね、ドアにこの三角窓がくっついてるんですね。なのでここはブラックでマジック塗っておきます。はい、三角窓のここのところですね、ここを塗っておいてください。はい、でこれでボディの方が完成したので、とりあえずですね、ワイパーなどをつけて、シャーシーと合わせていきます。はい、とりあえずこんな感じになります。で、あとはですね、ここの切り口なんですけども、このままじゃちょっとかっこ悪いですよね。で、実写の成人式仕様も、やってる処理の仕方なんですけども、
100均で売ってるパーティーグッズでごまかしてるんですね、こういうところ。なのでそれと同じようなことをやっていきます。で使うのがこちら、これ100均で売ってるんですけども、カラーキラキラモール、これを使ってそれをここにこうつけていく感じですね。それでうまくごまかせます。はい、それじゃあですね、色はお好みで選んでもらっていいんですけども、1本よりもですねちょっと2本にした方がいいかなと思いますね。赤金とかでいきました。はい、でこれを端っこの方でこのような形にして、これをこう巻いていきます。そうするとちょっと太くなって、さらにですね色が混ざってよりそれっぽくなるわけですね。まあこれ実写でやってる方々もね、この車にずっと乗るわけじゃなくてその日限りのスペシャルカスタムなんで、まあ、なるべくお金かけないように切り口をごまかそうというね、ナイスアイディアなんじゃないかなと思います。はい、でこういったものを作ったらどこにつけるかということなんですけども、この車の場合ですとドアの後ろですね、ここのところとあとここだけつければとりあえずは OK です。ただあくまでも飾りなんで、車全体にこう施してる方もたくさんいますので、まあ、そこはお好みで自分の好きなだけつけていただければいいかなと思います。はい、でこれはですね針金になってますので、まずはですね形をしっかりと合わせて作って、それからですね木工用タイオートボンドで軽く接着する感じですね。はい、で木工用ボンドで留めてもいいんですけども、ちょっとですね後々これをやっぱり取りたい気持ちになるかもしれないので両面テープで留めておきますね。はい、というわけでこんな感じでね、これを貼り付けるだけでここカットしたっていうことが全然わからなくなるんですね。はい、素晴らしい案だと思います。でこれをこっちにも貼っておきますね。はい、というわけでこちらの方もですねこんな感じで両面テープで貼り付けるだけで、ここカットしたっていうのが全く分かんなくなるわけですね。はい、というわけで今回は青島さんの24分の1スケールのラクプラ箱須賀 GTR で思い切り遊んでみました。一度完成させたモデルで完成形がいまいちだなって思った時なんかはこんな感じで思い切った改造をして遊んでみるのもとても楽しいと思いますね。うまくできるかどうかは別として、とりあえずやってみることで工作のスキルアップにもつながりますし、いろいろな発見もあると思います。例えば今回の場合であれば屋根を切るのとウィンドウのクリアパーツを切るのとではですねちょっと材質によって難易度が違うんだなとかですね、そういったことは実際にやってみないとなかなか気づけないところだと思いますので、もう最後ですねうまくいかなかった時はもうジャンクボックスにぶち込む覚悟でいろいろと遊んでみていただければどんどん工作も上手になっていくのかなと思います。はい、というわけで私のチャンネルでは青島さんの塗装しなくてもクールに仕上がる初心者中級者向けのラクプラなんかを積極的に紹介しております。今後もそういったモデルを中心にご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。